あ、ハモーニング。最近イモね、コメント欄でイモにそっくりな漫画があるよって言われて見てみたら、めっちゃ面白い漫画見つけたんですよ。ドカ食い大好き望月さん知ってます？なんかすごい人気すぎてサーバーダウンしちゃうぐらいブームが来てるらしいんですけど、あれね、 OL さんの話なんですけど、イモもね仕事してる風に見せてこうやって望月さん読んでるんですけど、感情移入しちゃうんですよ。え、これ私の漫画ってぐらいそっくりで、読んでたらね、もうお腹すいちゃって、もう今日ね、スーパー帰り寄ったりとか、コンビニ寄ったら、ね、ついつい買いすぎちゃって、とんでもない量になってしまったんですよ。なんでね、今回その食材を使って料理をしていきたいと思います。今回はね、望月さんに出てきた第2話の簡易オムライス4号 3478 キロカロリーのものを作っていきたいと思います。すごいね、ぶっ飛んだ作り方をしててね、今ワクワクしてるんですよ。なんでね、それを作っていきます。おいおい、まずはね、米をね、4合分洗うんですけど、イモが調達してきたのかな、無洗米だったんで、このままぶち込んでいきます。イッチゴー。イモ、ここの数字が4号だと思って、わーちゃーって入れようとしたんですけど、こっちのカップで測らないといけないんだと思って、すげえ今アサアサしちゃいました。あぶね、水。そういえば、望月さんは、タオル1枚でなんか料理してたんですけど、今はね、ナイスバディすぎて、チッパンされちゃうんで、この格好で、いかせていきます。そしたら、ブンブンチョッパー。すごくないですか？漫画にブンブンチョッパー出てくるんですよ。いいのじゃん。見なかったことにしてください。完璧。そしたら、タイ。クロッコリー。こっち側が開いた。さすがに炊飯器こんな入んねん。ちょっと減らします。シャキーン、行くぜ。ワンクリー、全然できねえ。ちょっと望月さん片手でしたね。あちょー、こんな切り方した。望月さん、ちょっと全部繋がっちゃって、ちゃんと切ります。望月さんの包丁絶対切れ味いいだろう。切れねえもん、こんな全部繋がってますね。よいしょい、よいしょい、よいしょい。見てください、このたっぷりの具材。これ溢れないか心配なんですけど、最後に味付けでコンソメとケチャップを入れていきます。これ何粒入れたらいいんだろう。え、袋の中に袋があるなんてある？これ SDGs ダメっすね。とりあえず3粒入れていきます。よしよい、ケチャビーム。ちょっとこれが限界そうですね。最後胡椒はね、パッパしときます。ピエンサも入れていきます。よしよい、たらこいつを、よいしょい、さよなら。なんか早炊きモードがなかったんで、炊き込みでやります。スタート。いってらっしゃい。これ1時間半もかかんのかよ、くそ。いやー、大変なことになってるんですけど、あと1時間大丈夫そう？これ炊けました。なんか血まみれになっちゃったんですけど、大丈夫かな。パカ、あれ、なんかケチャップがパサパサになってるんですけど。よいしょい。本来ここで混ぜるらしいんですけど、ちょっとパツパツなんで、ボウルに移して混ぜます。よいしょい。米が出てこない。あ、でも皆さん、ケチャップライスになってますよ。あれ、これ違うわ、人参だ。待って、なんかお焦げができてるんですけど、そんなことある？そのまま振り返しちゃいますか。せーや、じゃんじゃん、焼きおにぎりオムライス。これじゃあれなんで、混ぜます。全然回さないんですけど、これボールが小さすぎるんだよ。もしかしたら、望月さんのキッチン周りもうスペシャリストなんじゃない？業務用ばっかり揃ってるでしょ、これ無理だもん。炊き込みご飯じゃん、これケチャップ足りなすぎて。ボールじゃ限界なんで、トレーにします。せいや、よいしょーい、よいしょーい、よいしょーい。確実にケチャップが足りない。追加します。ケチャビーム。よし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 。いやー、なんとか色づきました。ケチャップライスってこんぐらいの色ですよね。トレーからね、一旦こっちに戻しました。ひっくり返します。せーの、ちゃん出ました。じゃあ卵も作っていきます。1個2個、望月さんもね、6個使ってたんで、6個でいきます。フライパンでっかいのないんで、これで焼きます。ピーケースどうぞ。
斜めってる。よし、行けだ。いい匂いがするぜ。よし、行きます。おい、じゃあ足りない。後ろはちょっとハゲてるんですけど、前はギリセーフなんで許してください。最後にケチャップをつけたら完成です。インはね、絵なんて描かないんで。ちぇー、ちょっとサムネ用に意識しすぎたらなんか比率がおかしいんですけど、気にしないでください。オムライスもね、もう食べたいんですけど、インはね、ダイエッターなんで野菜も食べたいなと思って、今回これを用意しました。千切りキャベツとファミチキ。最新話の4話で望月さんがね、千切りキャベツとファミチキでお好み焼きを作ってたんですよ。だからそれを作っていきます。バーナイキャベツをわしょーい。黙れ、いらっしゃい。キュー、割れちゃった。かな、水。うーん、ファミチキ欲張りすぎちゃって多いですね。あーしょーい。さあ、うわー、完璧。今やっぱ最強なんで。ただね、うち皿がないんで、このままフライパンでいきます。じゃあお好み焼きも仕上げていきます。チーン、マヨビーム、あー完成。っていうことで完成。これといったらコーラ 1.5リットル。いただきます。乾杯。決めろ。っていうことでいただきます。目が硬すぎる。いやー、崩れる。おいしい。ちょっとケチャップかかりすぎてるところがしょっぱいんですよ。だから後ろからいきます。コーラって炭酸が強すぎて、私喉赤ちゃんなんであんま飲めないんですよね。同じ人いる？いや、お前結構飲んでんだろ。なんかお焦げのとこうめえな。次はこいつをいただきます。この前にインモンチに常にあるペヤングソース、超大盛りのふりかけをかけていきます。なんか望月さんはペヤングについてるふりかけみたいなやつあるじゃないですか。これをこの上にパーってかけてたんでね、今真似しようかなと思います。どこだ、ペッケ。ちょっと下手すぎて偏っちゃった。いやー、ハミチキのところがめっちゃうめえ。でもね、あんだけ入れたのになかなか見つけられないんですよ。出てきた、ハミチキ。望月さんも健康診断の回があったんですけど、今もね、最近会社で健康診断があって、尿検査とかあるのに、今もね、その前日の夜オルナミン C を大量にガブ飲みして、みかんとかね、そういう柑橘類のビタミンを大量に摂取してたんですね。やっぱビタミンって健康にいいじゃないですか。で、朝ね、とあれ、ビタミンって尿検査引っかかんじゃねみたいな思ってで調べたら、やっぱね、尿検査前はビタミンを大量に摂取しちゃいけなかったらしくて、これさ、絶対再検査じゃんわ、だるって思ってたの。再検査になったらさ、わざわざ自分で病院行かないといけねえじゃん。休み奪われるわって思ったんだけど、結果が来たらね、引っかかんなかったの。これってさ、リンモがビタミン不足なのか、尿検査前にビタミンを取っちゃダメっていうのがデタラメなのか、どっちなんですかね。あとは、今回の検査員がヤブ医者だったか、どっちかだと思うんですよ。どう思います？じゃあ、あとは、ゆっくり食べて、残りはお弁当かな。ほんじゃ、バイバイ。